どうもこんにちは、ミータングです。今回はこちらのミニクマピポーチを編んでいきたいと思います。縦のこういうティッシュケースバージョンと横に開くバージョン、これは今リップクリームたちが入ってます。ボコボコしてます。こちら縦にしてるんですが、糸がなくてファスナーなしにの状態です。使用する糸は今回は、これと同じダイソーのアクリル毛糸、波太を使用していきます。この鼻と口ですかね、この白とあのアイボリーと、このちょっと使い古してますが焦げ茶を使用していきます。あとボンドちょっと鼻のところで使います。そして、ファスナーはこちらもダイソーのマルチロングファスナーを、実際ファスナーを使うのはちょっとなんですが、この持ち手が3つついたファスナー部分がすごく細いタイプを使用していきます。かぎ針は7号針を使用します。あとはとじ針と、ファスナーを切るのでちょっと大きめのハサミも使います。あとは普通に糸を切るハサミです。では作っていきます。ミータング運命の瞬間、あ、すごい簡単に出てきました。はい、ではまず鎖編みからスタートします。まず糸を持って結び目を作り入す。ここから鎖編みを22回22目編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22。そしたら裏山、こっちが表でこっちが裏、この裏山、かぎ針から数えて1、2、3目目の裏山に長編みを編みます。かぎ針に糸を引っ掛けて1、2、3目目のこのポコッとした裏山にかぎ針を入れます。そして持ってきます。左側2本だけを引き抜きます。残りの2本も引き抜きます。長編みが1つできました。次の目にも長編みを1つ編みます。かぎ針に糸を引っ掛けて次の目、ここです。糸を持ってきて左側の2本だけを引き抜いて、残りの2本も引き抜きます。はい、長編みが2つできました。そしたら次の目から16目中長編みを編んでいきます。中長編みはかぎ針に糸を引っ掛けて次の目に入れます。そしたら糸を持ってきて、長編みの時は左側の2本だけを引き抜いたんですが、中長編みの時は3本いっぺんに引き抜きます。はい、中長編みができました。長編み、長編み、中長編みですね。はい、今中長編みが1つできたので、ここから16目編んでいきます。最後2目残る感じになります。よいしょ。はい、16目編みました。こんな感じです。残りの2目で長編みを編んでいきます。一つ普通に長編みを次の目に編みますね。長編みは左側2本だけをまず引き抜いて、もう一回引っ掛けて残りの2本、そして最後の目だけは長編み2目の玉編みをします。まずかぎ針に糸を引っ掛けて普通に長編みを途中まで編みます。左側2本だけを引き抜いて、
そしたらここでもう一回糸を引っ掛けて同じところにかぎ針を入れます。そして糸を持ってきます。そしたら左側2本だけを引き抜きます。そしてこの残り3本を引き抜きます。そして、鎖編みを1回してひっくり返します。そして、ひっくり返したこの1目めを飛ばして次の目にかぎ針を入れます。こんな感じで、編んだ目は向こう向いているのでこっち側からだとこんな感じに見えますが、上から見ると2本って感じですね。ここに2目めにかぎ針を入れて引き抜きます。このまま引き抜きます。細編みでもなく中長編みでもなく長編みでもなく引き抜き編みです。もう一つもう一回引き抜き編みをします。次の目にかぎ針を入れて引き抜きます。はい、こんな感じになりました。これ下の足の部分になります。続いて2段目を編んでいきます。鎖編み1回で立ち上がってさっき最後に引き抜いた3目目に引き抜きましたね。この根元から中長編みを16目編んでいきます。かぎ針2頭を引っ掛けて根元にかぎ針を入れて中長編み1 2 3 15 16、はい、こんな感じです。このまま7段目まで16目中長編みを7段目まで編んでいきます。鎖編み1回で立ち上がって16目中長編みを編んでまたひっくり返して鎖編みを1回編んで中長編みを16回編む。これを今2段目ですが7段目まで編んでいきます。鎖編み1回で立ち上がってひっくり返して根元に中長編み2 3 15 最後16目目、ちょっと編みにくいですが最後の目ここです。16目、はい、今3段目まで来ました。こんな感じで7段目まで編んでいきます。はい、7段目まで編めました。そしたら手の部分を手の段を編んでいきます。まず鎖編みを4回します。1 2 3 4、そしてひっくり返しますね。そしたらかぎ針から数えて1 2 3 3目目、3目目と4目目に、長編みを2目編みます。ここが4目目でここが3目目です。半目だけで大丈夫です。こんな感じ。そして長編み左側2本引き抜いてもう2本を引き抜く。そして最後ここですね、長編みを編みます。はい、そしたらここから16目中長編みを編んでいきます。同じように編んでいきます。胴体に戻りましたね。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15。はい、16目
できましたね。そしたらここから手の部分を編んでいきます。2目長編みの部分を編みたいんですが、台の目を編みながら長編みを編んでいきます。まずかぎ針に糸を引っ掛けて、さっきの中長編みを入れた最後の目、ここですね、ここにかぎ針を入れます。そして糸を持ってきます。はい、こんな感じになりました。そしたら、この左側の1本だけを引き抜きます。はい、そしてこの状態で長編みを編みます。左側2本を引き抜いて、残りの2本も引き抜きます。はい、同じことをもう一回します。ここをさっき最後の中長編みを編んだ目で、その横から出ているここかぎ針に糸を引っ掛けてから、この部分に2本向こう側も入れますね。ここにかぎ針を入れて糸を持ってきます。はい、そしたら左側の1本だけを引き抜きます。1本だけ。そしてここもでも玉編みをしたいので、まず左側の2本長編みの途中まで編みます。2本引き抜いて、そしたら今ここですね、最初の中長編みの根元からすると1個2個目になります。ここが、2目目の長編みの台の目なので、ここに玉編みをします。かぎ針に糸を引っ掛けてここです。はい、2本糸を持ってきて、左側の2本を引き抜きます。1個2個、はい、これで残りの3本を引き抜きます。はい、ややこしいですね。ちょっとややこしかったので、わからなかった方はスロー再生でもう一度、ぜひ見て、巻き戻してスロー再生で挑戦してみてください。そしたら鎖編みを1回します。そしてひっくり返して、1個目を飛ばして2目目に引き抜きます。2目目に引き抜いて、次の目にも引き抜きます。こんな感じになりましたね。手が2つできました。ここから、中長編みを16目編みます。9段目ですね。9段目は中長編みを16目編んで、11段目まで増減なしで編んでいきます。まず鎖編み1回で立ち上がって、根元から中長編みを編んでいきます。16目編んだらそのまま10段目11段目と、増減なしで編んでいきます。はい、11段目まで編めました。そしたら12段目からは減らし目をしながら編んでいきます。最初と最後で1目ずつ合計2目減らしていきます。鎖編み1回で立ち上がってひっくり返したら、かぎ針に糸を引っ掛けて根元にかぎ針を入れます。そして持ってきます。そしたらもう一度かぎ針に糸を引っ掛けて、次の目にかぎ針を入れます。そして持ってきます。で、この5本かぎ針にかかっています。これをいっぺんに引き抜きます。はい、これで、2目が1目になりました。ここからまた最後の2目を残して中長編みを編んでいきます。1、2、3、12目編んでいきます。4、5、6、7、8、9、10、11、
12、はい、12目編みました。最後の2目、ここでまた同じように減らし目をします。入れて持ってきたらもう一度引っ掛けて次の目かぎ針を入れて持ってきます。これを一辺に引き抜きます。13段目と14段目も同じように最初と最後で減らし目をして2目ずつ減らしていきます。鎖編み1回で立ち上がってひっくり返して根元から減らし目です。と引っ掛けて次の目、そして一辺に引き抜きます。で10目中長編みを編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、そして最後の2目で減らし目をします。同じように14段目も編みます。14段目まで編みました。そしたら15段目、最後の段を編んでいきます。まず鎖編みを3回編みます。1、2、3、そしてひっくり返します。そしたらまずかぎ針2を引っ掛けて、鎖編み1、2、3目目にかぎ針を入れます。ここですね、こう、ここに入れます。そして糸を持ってきます、はい、そして鎖編みなしで長編みを編んでいく方法と同じようにまず1目だけ、1本だけ引き抜きます。そしてここで長編みを編みます。こう2個、そしたらもう1回ここに、今度はここですね、ここにかぎ針を入れます。かぎ針2と引っ掛けてからかぎ針を入れます。向こう側も入れますね、はい、そして鎖編みを編みます。ここで鎖編みになりますね。もう一回引き抜いて、はい、鎖編みができました。そして長編みを編みます。2個、そしたら鎖編みを2回します。そして、最後のさっきの長編みの台の目、根元の鎖編みの部分に引き抜きます。ここですね、はい、耳ができました。そしたらこのまま、最後の段の最初の目を編んでいきますね。減らし目をします。かぎ針に糸を引っ掛けてここですね、ここと次の目で引き抜きます。よいしょよいしょ、はい、で耳がついた状態です。そして、中長編みを編んでいきます。1、2、3、4、5、6、6回中長編みを編みました。そしたら減らし目をします。最後の2目で減らし目です。で引き抜きますね。そしたらもう一回、こっちと同じように耳を編んでいきます。鎖編みを3回します。1、2、3、3目目の、鎖に、まずかぎ針に糸を引っ掛けてからかぎ針を入れて持ってきます。そして 1目だけ引き抜きます。よいしょ。でここから長編みを編みます。もう一回長編みを、糸を引っ掛けてからさっきの長編みの根元のここですね、台の目になっているところ、おっと見にくい、
もう一本ありますね。向こう側にも、はい、そこで持ってくる。そして一本だけ引き抜きます。そして長編み、はい、そしたら鎖編みを2回して長編みの根元に引き抜きます。そしたらこっちに戻りますね。こういう風になっているここ、14段目の最後の目ですね。ここに引き抜きます。よいしょ、はい、できました。これで1枚目ができました。糸をカットして、引っ張りますね。はい、こんな感じになってます、はい、でもう1枚、裏側を編んでいきます、縦バージョンとこう横バージョンの編み方それぞれ説明していきます。で裏側の、縦バージョンと横バージョンで縦バージョンで説明していきたいと思いますが、横バージョンはほとんど1枚目と変わらないので、この部分だけ、ここの穴の部分だけをピックアップして説明したいと思います。まずは横部分の説明をどうぞ。ミータング。そしたら、上の方に開閉部分が横にこう入るタイプの編み方を説明します。まず、10段目まで1枚目と同じように編みます。そして11段目のところで、ファスナーの穴を開けていきます。鎖編み1回で立ち上がってひっくり返します。